ボロボロだな俺たち。かっこ悪いったらありゃしねえ。でも生きてる。うん、生きてる。その涙を明日と呼んだ。途切れかけた希望を紡ぐように失くしたパズルを拾い集めては、決して負けない強い力を願った。この力をもってしてこの星の扉を開ける。神よ、我が魂に応えよ。来い、地に引きずり下ろし我が身の一部としてくれよ。全て私の中だ。協力感謝するよ諸君。神だと？そんなことができるんだよ。膨大なエネルギーがあればな。エネルギー？賢者の意志？まさか、じゃあもうみんな賢者の意志に。何人犠牲にしたんだい。この国の人口は約5000万人だ。人間からは賢者の意志が、賢者の意志からはオムンクルスができる。ではオムンクルスからは何ができる？何を生む？赤いしかもたらさぬ存在を神と呼べるのか。究極の存在にでもなったつもりだろうが、どん詰まりなんだよお前は。そうかね、ならば人を産もう。賢者の意志を使わせるよ。少しずつでも削り取っていけばいつか限界が来る。とりあえずこいつをぶっ飛ばせばいいんだな。
僕に任せて。行くぞ。消し尻水でも構わん、ガンガン行け。あーくそ、言われなくてもやってやる。格の違いを見せてやる。いけに、あのシャーナバだ。まさか。頼む。みんな。ほう。たかだ。だが時間の問題だ。神を手に入れた私は今や。消えてうゼロ錬金術師、敵のために俺の中の賢者の一生頭を各地に配置しておいたのさ。縁というファクターがなければ力は発動せん。縁ならあるさ。空から降ってくる飛び切りでかくてパワーのあるやつがな、一色によって大地に落ちる月の影、本影だ。するか、オーレンハイム。そのためにここに来たんだよ、ムンクルス。ボロボロだな俺たち。かっこ悪いったらありゃしねえ。でも生きてる。うん、生きて